ストロベリーヒルハウスストロベリーヒルハウスは政治家ホレス・ウォルポールが18世紀中頃に建てた中世ゴシック風の邸宅である。ゴシックリバイバル建築の先駆とされる。ストロベリーヒルハウスはロンドン郊外にあるトゥイッケナムの広大な寺所に建てられている。ウォルポールは1747年にこの地を借り入れた。ストロベリーヒルというのは土地にあった小さな屋敷から見つかった古文書に記されていた古い地名である。翌1748年、ウォルポールは自邸の建設に着手し、1749年には正式に土地を購入した。建築士ロビンソンを雇い入れ、1754年頃までにゴシック風の自邸を作り上げた。ウォルポールは友人たちと共に空想を膨らませ、様々な中世建築から自分好みの装飾を引用し、ディテールを決定していった。出来上がった邸宅は評判が良く、人々の中世への憧れをかき立てた。1757年からそこに印刷所を設け、自作やトマス・グレイその他友人の作品を次々と印刷出版した。ウォルポールはまた、ある日見た夢をもとに、中世の古城を舞台にした幻想的な小説、オトラント城奇譚を書き、これも大きな評判を呼んだ。ウォルポールはさらに邸宅の増築を重ね、はじめ対照的だった建物は不規則な形態になっていった。1759年にゴシック風の円筒、1763年に西側の増築部分、1777年に円錐屋根のボークレア塔を建てた。邸内には、ウォルポールの様々なコレクションが展示されており、ウォルポールは案内記を作成した。見学希望者が多く、見学は1日1組に限定していたという。ストロベリーヒルハウスとオトラント城奇譚は、イギリスにおけるゴシック趣味の流行に決定的な影響を与えたと評されている。ウォルポールの死後、邸宅は人手に渡り、翼廊が増築された。第二次世界大戦後には、カトリック系の学校が使用し、一部改造が加えられた。2008年から2年かけて、古資料をもとに修復工事が行われた。五十嵐太郎、おかしな建築の歴史、P216F などもイギリス国会議事堂やハンガリー国会議事堂とともに、ゴシックリバイバル建築に分類している。鈴木博之、建築の世紀末、P40。日本建築学会。西洋建築志図集3訂版 P204 鈴木博之建築の世紀末 P296 イントロデューシングストロベリーヒルストロベリーヒルハウス2011年2月10日ありがとうございます。